実はね3人目の補充災くんが雇えるんだよねあもう行ってんだね、うん、そこね補充の方が必要レベルが低くなったねラックを買えばいいんだそう、うん、ストレージを拡張してラックを増やせば3人目が補充できるんだよね行<ー>きますかやりましょう、うん、じゃあまずまず店舗を広げるお<う>セクション3スーパーマーケット拡張ついに3かどうなるこが拡張したんだ んん,ん幅がちょっと広がったか<ん><ん>どこだろう<ん>あどうあっあ、ね、あ、ああ,あ,あ、ストレージとつながったあ,あそういうことあストレージに直接行けるようになるってことここはストレージ扱いなのか そこはお客さん来れるエリアなのか行けなそうだね。営業中は閉まるとかなのかながああ、それなるよね。ここはストレージ扱いのようだね。うーん。うん、これどう思っ ったのと違う感じが店舗、うん、<laughs> 自体もちょっと広がってない広がってんのかな分かんないけどでもさここそういう広がり方じゃなかったよね今まではそうだね重機は全部そのままだったからそう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 今まではねあの寿司街道システムな広がり方してたから、うん、壁だけがにおイんって、うん、あでもやっぱね広がったけど 壁がこうなんか全体的にこの奥にグッていった感じするな<ー>前はこの冷蔵庫ドアの前にあった気するもんじゃあ次合わせてストレージの拡張もやってもいいかいそうだね多分補充葛く君たちの仕事がやりやすくなるよね、うん、あそこが開くことによってあごめん俺今間違えてストレージ拡張したかも へえ。俺がしたんだ。ストレージの拡張だわ。今の時間で。どうりで。間違えた。ストレージじゃない。成長だね。テンポ拡張は。ああそうだね。こっちだ。テンポセクション。そんなことないよね。そうだね。の拡張ね。なんだ。ってちょっと思った まあまあまあすでにしてたな。これだセクション5、2600ドルいくぜ。うん。ほ。どうだ。そう。こう。あこの感じよ。そっち行くんだ。こういうことよ。あそこね。ああなるほどね。そこそこねってなる。そういうそういうことか。うん。使いづらいな。 棚は増やせるね約半分使ったなチキ何いざとなれば7500ドルぐらい借りれるから <laughs> あとストレージをどう管理していくかだなでさらにさらにライセンスだねライセンスいきましょうムサカサーモンホタテ貝のグラタンステーキ寿司ステーキ 大型寿司小型寿司やップ。それそれをまず最初に導入すべきだねこれが柱だね売れないわけないもん好きなやつしかねえな本当にムサカも好きだす好きそうでしたムサカも好きそうだよね買うぜ買おうえいいやいいな拡張するな あとは何に,に陳列するのかっていう、うん、そうだねムサ、えー、か冷蔵庫,冷蔵庫サーモン冷蔵庫グラタン冷蔵庫あ全部冷蔵庫かあ、えー、全部冷蔵庫だ寿司もか寿司もだまあ寿司は冷蔵庫だよね、うん、冷凍食品じゃないんだな、うん、ねグラタンとかなとりあえず買ってみて高えなステーキ、うん、287ドル いいステーキですよ、我々が置くのは大型寿司百145ドル小型二百248ドル子牛のチョップ317ドル高いんだ高いね、まあ、大型寿司の倍入ってるっていうのはあるけどうん 1>, 1個ずつ頼んだらもう1300ドルになったぞ <laughs> どうしようとなると重機を増やすのは冷蔵庫かそうだねうん あったなそういえば電球の山 <laughs> <laughs> シーリングライトがそういえばあったなそういえばあったなあ <laughs> <laughs> まあまあまあ扉扉はねもうね開けっぱりいいんだもんねうん多分閉まらないんじゃないかでそこ,この上に降ってきたんだな <laughs> で扉を塞がさすがにあ,ななあれだからこうかね、うん、でこのムサカたちをこれは多分おそらくステーキだね順番があるからなうんムサカがどういうものかが分かんねえんだよな <laughs> 新商品買った時困るよねこれ,これかいそれなんだい わかんないこれがムサカかなってここで画像が見れないからな見れるわ箱はねあさっきのはグ,グラタンだねうんムサカはなんか紫色のこれだこれがムサカなあムサカだ書いてあるムサカだねいやめっちゃ美味しそうじゃんカ <laughs> 食べたいなムサカ ムサカ料理屋をちょっと探しとくわムサカ食べたいね東京ならありそうだけどな、うん、次頼むわ、うん、ギリシャ料理ってあんま聞かないねなかなか見ないね、うん、行ってみようで行きたいねこれだノルウェーって書いてあるサーモンだねサーモンだなノルウェーといえばサーモン <laughs> あー薄い 薄いね,薄いねサーモンすげええ1箱で1箱に20個入ってあそこ1つだな、うん、スペースはいい、ね、でこれがチョップだね子牛のチョップ<う>次がサーモンの次グラタンこれだグラタン、うん、グラタンも1箱でここ2列埋まるね、うん ステーキあいいねいいねステーキもいいなめっちゃおけるぞステ,ステーキ32個も入ってんのそら高いわ <laughs> そんな上かな <laughs> 分かんない <laughs> 次が寿司大型寿司かああこういう感じ、ね、大型寿司はこれに8個入ってこうね、うん、なるほどねどうだいあでも結構な量入ってるよそうだね わさ、ね、巻きが多いなキュウリがあるキュウリと何かとカリフォルニアロールみたいなやつかなで小型寿司これだねあ小型寿司の方がよくないバランスちょうど埋まったよ新商品で チチョップチョッッププってどこだろうあばらかないやっぱりあばらですかねうんまあとりあえずラック入れるかラックあと4つ入れないことには次なる葛く君も雇えないのでそうだねラック800ドルだね <laughs> <laughs> それ置けるかい置けるんじゃない置けるだよしょどう置くかだねどういう順序で置いていくかだなお前俺の中で順番が狂わなきゃいいわけだからうーん悩ましいねうーんそこの間やだ、ね、スペースやだな <laughs> <laughs> まあでも向かい合わせにするしかないのかな、ねね、資金に余裕があればねもうもう一拡張行,行っときたいでね行きたいところだね、うん、借りれば行けるか金をもう一拡張した方が多分起きやすくなるよね、うん、起きやすいし、ね、在庫管理のすべてを葛、うん、西くんたちに任せられると思う、うん 借りるうん2000ドル1881ドルでいけるから <laughs> 借りようか2000ドルは50でいこうか5000いっちゃうかどっちかだね5000在庫の仕入れも考えたら5000いっちゃっていいんじゃないか、うん、5000だけい,いきますか、うん、5000だけいこうで5000返せなくなったら2000借りよう <laughs> フルで借りんのねきついからね結構ねそうなんだよきつかった返せるとはいえね在庫がだんだん目減りしてったから <laughs> じゃあストレージをもう一段階<お>拡張、うん、どうなったかなあわあうんそうよそうこなくちゃ <laughs> これでだいぶ管理しやすいよねこれは楽になったねうん この奥にもう一列行けるのかいそれって、ね、行けそうだねこのさっきと違ってなんかセクションの有能さがすごくないか行、うん、これ行けそうじゃないいけるいけるいけるすごいいいねえー、めっちゃ完璧、えー、夢夢広がるなこれ <laughs> これいっちゃうかいもん<ー>むしろえ裏側もラックここってことここ まだ使わないからいいんじゃないか金,、うん、金がまあそれはそれはそうなんだけど、うん、いずれね置く場所はあるから時間、うん、さえあればいつでも行けるぜっていう在庫い変かもな鶏肉とトイレットペーパーとジャガイモだけは店長か、うん、管理するからご三拳ほかを天領五三家って言われてるから、ね、て天その3つあ,れ <laughs> あっていうかあれだ これ持ってきゃいんだストレージにああ,そ,あそれがついにできるようになったのかれこれができるわわあ<ー>そうだそうだいいね、うん、こうついに、ね、店長が裏に開ける日が来るのか事務、ねうん、作業に全力集中できる日がやってきたよ <laughs> <laughs> まあレジはね多少打たないといけないんでしょうけど どっちの方が発注はしやすいもんね発注は楽だねで発注をもうさあのオープン前にやるって決めておけばうんそうだねじゃ新商品の倍価設定だねうんあとはムサカおっ<お>、ね、ええすご結構入ってたよね<え>一箱にうん 1>, 1個の利益が6.88ドルで24個入ってたよ1箱にだってえめちゃめちゃいいなムさかめちゃめちゃいいな<坂>サーモンも1箱に20個急性手あるねあサーモンもいいぞ 1>, 1個で4.7ドルえ今回いいね今回の商品当たりじゃないあグラタン安いね <laughs> そんな安いんだグラタンってグラタンは目に見えて安いな4ドルあん これはステーキステーキ,ステーキもいいぞステーキ1個で5ドル儲かってだって1箱に32個入ってたんだよあれねえー、あ寿司高いね寿司だ高さすがですね 1> で1個の利益が7.79ドルまあ寿司はね 高級品ですから小型寿司も1個で5.45ドル儲かって1箱に16個入ってるからうんちょあっチョップもいいぞチョップいいねチョップすごいねいい6ドル儲かってうん今回大当たりじゃないすごいね、うんうん、ムサカチョップステーキあたり相当儲かるぞうん、うん、これ寿司もだけどこれ売れてほしいねこれ大いに売れてほしい客数もまた一気に増えるだろうしな 俺に比べてポテトバッグたちのねこいつらなんだよな <laughs> こいつらとポテトバッグとトイレットペーパーなんだよな <laughs> お荷物は <laughs> 天領御三家のやつだな <laughs> まあこれで営業できますかねそしてね君にはこの数日店長が鍛えに鍛えたレジ打ち力もお見せしますよああさらに上がったのあそこからそうもうこの葛西君たちのレジはねよ閉じてあるから <laughs> 電気はつけないんだ朝からはあそそこ忘れてた電気つけます、うん、基本的に明るいね明るいねそれここに電気つけてもいい <laughs> そうだね <laughs> せっかくあるんだからなああいいねいいね高校とストレージにももう一個置いてやろうかもうねいいね君明るい 3人目の補充、葛西君は明日雇う感じですかねそうしましょう葛西、ね、君が安定してさばけるのはね1日25人ぐらいっぽいんだよな、見た感じんなんか50人だと混雑の使用によっては溢れるって感じになるの、ね、よ。それに比べて店長は1日1人で50人安定してさばけるからね、待たすことなく。<laughs> はい爆速だな店長レジ打ちすげーなーって笠井くんたち思ってくる笠井君たちない <laughs> レジ笠井くんたち何もしてないからな <laughs> 笠井くんたちはあのいらっしゃいませとありがとうございましたあそこで言うだけ <laughs> これを受けてちょっと思ったのは、うん、もはやトイレットペーパーの補充すらトイレットペーパーとかの補充すら補充笠井くんに任せてそうだね レジ笠井ん解雇でもいいんだ俺もいる意味ねえなとは思ってた一切開けないもんねレジね一度も開けなかったから彼らもはや一旦解散でもいいかもしれないなそうでしょ一日160ドルを使うだけなんだよこいつらはしばらくいなくてもいいなしばらくワンオペするそしたらね店長も 一日暇だななんてことなくなるからさ、うん、まあお楽しみの今日の売り上げをまず見ますかそうだねで明日になって笠井君の処遇を決めよう5 5一人で55は伸びたねうん3662いいねまあ前日より 確実にね、うん、アップはしましたね。確実に伸びましたね。10%は伸びた、うん。客数はまあ、でもそんなに増えたなーっていう感じではないけど、ね、うん、ポテト。お<司>客単価が上がっての収入アップだね。そうみたいだね。寿司はいい値上がりしたね、さらに。小型寿司、いいね。ねレジ打ち、笠井くん一旦 おさらばしようかかさいかさ <laughs> いかさいっていうんだね首にするときああかびしいな,な,な <laughs> 違うんだいないといないでなさみしいもんだこれなりに愛着もね燃超えてきましたもんね、うん、長い付き合いでしたからね、うんまあ、またいずれまただよそうだ、ね 再開できる時を楽しみにしましょう、うん、あとはこれを見てさこの一番右レジ係4を雇うのに、うん、店長のレジ打ち回数が1750だから <laughs>、うん、チェックアウト、うん、1750になったらまあ入れてもいいよねそうね、うん、それまでは <laughs> 長いなでもなそういう要素あると思う やっぱ打たないとなってなるよねねそうそうそうれ、ね、それなかったらああ任せればいいかってボーっとしちゃうからさ鶏肉、ね、ポテトパックゴーあーあ、ああ、そういうことでかい箱10個頼んだからすぐ <laughs> に壊れ,てんじゃか倒れたんだ <laughs> そっちに <laughs> <laughs> 工場兵器みたいになってんじゃねえかな、何がどうなんだろうういうリスクがあるんだなこんなことになるとは透析機の要領でやられたな <laughs> 包みどれかどれ <laughs> が入ってるやつ入ってるやつはどれなんだいった入ってるやつが4つあったあれあと1個ないぞこれかうん うわあ向こうからも押されているなんか全体的に <laughs> <laughs> ガタガタになってないかやっぱり2段必要なんじゃないかあ奥か二重に包みを作らないと、うん、自然の力に勝ててないな現状だと なんかさ一つだけ明らかに前に出てるやつが <laughs> <laughs> そう置いたわけじゃないよねななきっとねうんで全部横一列にビッて置いたんだけど最初は <laughs> <laughs> だいぶ来てるな, <laughs> なんでこんなことに <laughs> ちょここですらないんだよ多分俺このタイルのラインに合わせてさ、ね、ビッて置いたんだよマジか 相当来てるねダン,ーンボール1個分ぐらい前に来てるんだよ,んだよこいつは。<laughs> そこが一番力かかるところなんだねやっぱねあらがいきれてないないるね全員外待機なんだなやっぱり <laughs> 天使たちの面構えを一旦たんガツリを補助しちゃいたいね ストレージの方はね、がっつり補充もしたんで、うん、うん、また次の日の営業、そして、もう売り場の管理は全部、葛西くんたちに任そうと、補充、葛西にね、うん、して、レジを2台減らしたら見てよ、これ、こんなすっきりしたから、店内、ガランとし,しまったなぁ、葛二くん人がいない部屋は、売り場広げたっていいし、うん。 俺は夢が広がりますよ。葛西くんたちの分まで、ね、頑張るよ、俺は。うん、<laughs> <laughs> じゃあ、お店開けるよ。お<う>オープン。彼らの分まで、こ,こっちの葛西くんたちはいるから。うん、この葛西くんは何人いてもいいね。そうだね。うん、この葛西くんたちにしたかったよね。うん、できればね。ねえ、伝え、ね、たりたいよ。<laughs> <laughs> だから決めたかったよねよ自分で店員あなたはここあ,<ー>あなたはここみたいなそれねそれはできないもんね、うん、寿司を朝から寿司を2パックも朝からまず寿司にねガーっていくすごいなだいぶ寿司が文化的に浸透し始めてるんだろうね <laughs> そろそろ寿司を食べないとってなってるんだろうな、うん 帰ったらうますぎるってなるだろうな <laughs> 午後3時で2000ドルかうんいいね昨日よりいいかもやっぱ浸透し始めたんじゃないおあのスーパーついにムサカを仕入れたらしいぜ<ー> <laughs> その割にムサカはあんまりレジで売ってないんだけど確かに。 さかってないね、うん、寿司めっちゃ売れるな、うん、また売れた寿司の売り上げすごいよあ,あでもちゃんと埋まってる棚はさすが3人体制、まあ、3人いたら違うねうん超えたわい,いったんじゃないかいったよ4000 4000った1日で4,000はすごいな、うん、これもう5,000ドル借りても余裕で返せるなそうだね、うん、ちょっと危惧してたのが、うん、レジの台数によってお客さんの数減ったりしないかなっていうこ<ー>だったんだけど関係なさそうね全く関係ないでもなんならレジ打ちが店長1人になったことによってお客さん増えたんじゃないか、うん <laughs> 自信持ってるなぁ、うん、自分のレジに接客がいいからやっぱり <laughs> <laughs> アイがいいからねそうそうスピード感もあるしね、うん、レジ打ち速くなったことによる満足はあるんじゃないかな人間力があふれ出てるからさそうなんですよ完璧だねイコール人間力だね、うん、完璧だったね、うん、一旦終了かなあーでもすごいよあ 大型寿司売り切れあ、もう在庫がねえのか。わあ、完売。完売だ、大型寿司が。そうか。さすが寿司だな。<laughs> 寿司わ<ー> <laughs> ってなってな,な。<laughs> なったんだろうな、お客さん。<laughs> 確かにめちゃめちゃ売れてたもんね。閉店間際のお客さんたち、寿司がないことに愕然としたかもしれんな。じゃ寿司ラックをちょっと増やした方がいいかもね、寿司ね。 あまあ,あの、ストレージに置いてあった寿司も少なめではあったから、うん、か 1>, 1箱しかなかったんじゃないかな。そっかそっか。牛牛に。牛牛に、ファンクションを実行しといた方がいいな。そうするわ。<laughs> じゃあ、一旦今日は終えて、明日、寿司のファンクションを実行するから。<laughs> ローンはまだ返さなくていいんだよね。大丈夫、大丈夫。4000ドルいきましたよ、売り上げ。使わないん8 5あそこ、寿司だな。寿司だね、確実に。うん てしまったか。客数50ドルとええー、485？すごいね。客数減ってないね。いいね。4000ドルは初めて超えたんじゃない？初めてです。うん。素晴らしい。